トゥユ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 じゃん。はい、おはようございます。みさぺこです。さて、本日こちらポップガールの購入品紹介、やったー。いやね、ほらさ、もうさ、ウェブで通販頼んで当日頼む届くかな、ドキドキみたいな、心配が減ったわけじゃない。いかんせんね、コロナがね緩和されたからね、会場物販があるからね。ということで買ったものを、まあ少しだけなんですよね、買ったものを紹介していきたいと思います。もうね、コンサートで使ったものもしくは洗濯したものもあるからちょっとあれなんだけど、まずこれだね、ショッピングバッグ、パップマールっていう緑と黄色のバッグ、とっても可愛い。ここにね、ついてるタグがね、ちょっとアメリカンな感じがして可愛い。アメリカンな感じがして可愛い。これね、今初めて見たんだけど誕生日書いてあるんだね。恭平って2000年なんだ。私と10歳も違うの。さあ、心が折れたところでさっさかほしていこうね。次、こちら恭平くんの、あ、ピコピコしちゃう。恭平くんのタグです。タグってか何、なんか入れるやつ。これ中にその恭平のなんかカード作ろうかなと思って、高橋恭平ってカード作ろうかなと思って買いました。サイズ的にちょっと細めなので、そう、買うかどうかね悩んだんだけどね、なんか会場に着くとなんかみんなが持ってるの見て、あの子もいいな、あの子もいいなって一人で思ってて、なんかいろいろ買っちゃいました。え、顔、こんなに買う予定じゃなかった。そしてもちろんうちは、こちら恭平くんのうちを買いました。かわいい、このニコニコ笑顔がかわいい。なのでとても笑顔がかわいい恭平くんを、買いました。うん、袋はねホテルで捨てた。ホテルで捨てちゃった。次、よっと、パンフレット。まだ見てない。パンフレット。いつになったら見るのかな？パンフレット。そう、パンフレット買いました。本当に見てない。開けた形跡がない。早く見よう。今見る？あそこに、また積む？ちょっと今見ると、また動画の尺編集してる時に、てーいっていう気持ちになっちゃうので、後日見ます。なんかどこどこ可愛かったよとかあったら教えてください。あとタオル、可愛いね、ポップモール。このフォントがとっても可愛いね、ポップモール。緑のほうも見る？ポップモール、逆になっちゃうね、ポップモール。うん、とても可愛い。緑と黄色っていう今回のカラーリングがすごく可愛い。アメリカンって感じ。ほんでもってペンライト、なぜか去年から2個買っているペンライト。なぜかね、去年はね、誤作動だったからね。誤作動で2個買っちゃったからね。こんなもんかい？ああ、あとはね、アクリルスタンド。恭平くんのアクリルスタンド買いました。相変わらず、お前は顔がいいな、ほんとに。なんだってんだい。どうしたってんだい。なんでそんな顔がいいんだい。言ってみろよ。こっちの筋肉か、こっちの筋肉か。お前に筋肉はねえな。うん、ごめんよ。ということで、とてもかっこいい恭平氏のアクリルスタンド。んで、これなんだっけ、フォトカードセット。そう、フォトカードセットを買いました。これあれでしょ、これをタグに入れれるようになってんでしょ。入れてみようってんだい、入れてみようってんだい。恭平はどれだい、恭平、恭平、あったあった、よいしょ。オタクの子がね、これ入れててね、めちゃくちゃ可愛かったんだ、これ。このタグ。あ、この髪抜いたがいい？この髪抜いたがいい？ちょっと私、こういうの入れるの不器用選手権第1位なんだけど大丈夫そう？あ、やっぱこの髪抜いたがいいっぽいね。この髪は取ろう。あ、取れる？これ。この髪取れる？取れないじゃん。え？取れないじゃん。え？取れない、取れな、取れた。これを入れるわけだね。そして最近のオタク道具っていうのはすごいね。
可愛いが溢れてるね。ほら見ろ、ほら見て、ほら見て、こっちはほら4つでしょ、こっちはほら強兵だよ。もう可愛いね、可愛いのゴンゲすぎる。うん、可愛い。こんくらい買ったの、大丈夫そう。こんなもんです、今回買ったの。マジでね、何、金欠すぎて本当に今お金ないんですよ。マジで今お金なくて、うちのチャンネルって広告収入になってないんで買っても買っても経費にはならないんですね。なのでただただ私のお小遣いが減っていくだけなので、今回は本当に少ないんですけれども、ペンライトは2個買っちゃったよ、2個買っちゃったよ、かわいいね。私道挙兵好きなんだよね。うん、でこんな感じでタオルとかパン見る、やっぱ中身気持ち悪い私を添える、よいしょ、このモールの感じがいいよね。こうなんか日本のさモールじゃないの、イオンモールみたいな感じじゃないの、海外って感じ。うん、かわいい。なんかもう大西流星はさ、もうさすがだよね。自分がいかにしたら可愛く見れるかっていうのが分かっている。笠谷さんなの、京平。そう。どれが誰屋さんなのか、誰がどれ屋さんなのかが分からないんだよね。うん。かわいいね。最近さ、長尾くんめっちゃ可愛いなって思うんだよね。担当を変えるまでの、あれはないんだけど、長尾くん可愛いなって思う。うん。ついさ、隣の席の全然初めましての人にさ、お目が高いって言っちゃった。長尾たんだったんだけど。お目が高いって言っちゃった。眠くならないアメちゃんと一粒でお腹いっぱいになるアメちゃんを私が欲しいな。うん、今日。京平のカラーの使い方がすごいなんか、目にチカチカする。うわ、長尾健人センスよー。センスよー。センスの塊。センスよー。かわいいな。フーディーよね。あ、ポップモール私シャツ買ったのに洗濯に出しちゃってどっかやっちゃった。シャツも買いました。うん。ちゃんとシャツも買ったよ。あれさ、なんでさ、夏ツアーだっつってんのに長袖だったんだろうね。夏ツアーだっつってんじゃんって思った。いつ着るんだよって思った。マジで。はい、ということで。気持ち悪い私も添えてみました。いかがだったでしょうか。いやね、今回もね、まあ、グッズ本当にね、なにわちゃんはね、可愛いが渋滞している。うん、今回はこの色使いとかいうのも天才的だったし、このポップモールのペンライトっていうのもとっても可愛いなって思いました。そんなこんなで今回もいっぱい買ったね。なんだかんだでいっぱい買ったね。ハム太郎っていう気持ちでいっぱいでございます。いかがだったでしょうか。そういえばスノーマンのドームのグッズはまだ届かないね。いつになったら届くのかな。ね、ハム太郎、平気やってことでね。こんな感じでグッズを買いましたので、ご報告の動画になりました。いかがだったでしょうか。はい、買いすぎてね。そろそろ片付けるところがなくなってまいりましたので、片付ける場所というのを作りたいと思います。はい、ということで本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。今回はね、ポップモールの物販で買ったグッズがこれだったよっていうのがご報告の動画になりました。何を買ったのかというか、他のお宅の皆様は何を買ったのかっていうのを教えていただければなと思うので、よかったらコメントの方お待ちしております。ということで本日の動画はここまで、いかがだったでしょうか。また次回の動画でお会いしたいので、チャンネル登録、高評価、コメントでお待ちください。ということで、みさべこでした。またね、バイバイ。